アンインストールは、プログラムやアプリケーションなどのソフトウェアをシステムから削除し、導入前の状態に戻すことである。上記に加え、新しいバージョンにアップグレードした製品を旧バージョンに戻す作業のことを指す場合もある。一般的なソフトウェアのアンインストール作業は、対象ソフトウェアを停止させた上で、そのソフトウェアの実行ファイル、設定情報、ディレクトリ、 リンクなどを削除する流れとなる。対象ソフトウェアが別のソフトウェアに影響を及ぼしていた場合は、アンインストール後においても正常動作を保つように適切な措置を施す必要がある。また、単にファイルを削除しただけでは設定の変更が行われず、システムの状態が不安定になり、動作不良の原因となるので、 アニンストーラが付属しているソフトウェアでは必ずアニンストーラを使用すべきである。また、アニン,ンストールを自動的に実行するプログラムのことをアニンストーラと呼び、通常アニンストーラはインストーラと同時に配布される。Windows や MacOS をはじめとする多くの OS ではシステムにインストールされたプログラムを一元的に管理する機能が用意されている。また、 RPM や Dev などのパッケージ管理システムにおいても、アニインストール機能が提供されている。なお、次回の再インストール時に、ソフトウェアの設定を再度変更する手間を省くため、プログラムの設定ファイルなどは削除されない場合がある。アップグレード後の OS の新バージョンから、旧バージョンに戻す、作業のことは、一般的にダウングレードとは言わず、アニインストールという。Windows の場合、 新しいバージョンをアンインストールするには、旧バージョンからのアップグレードの際に、旧バージョンのシステムファイルを保存しておく必要がある。旧バージョンのシステムファイルが保存されていれば、新バージョンの Windows をアンインストールして、旧バージョンに戻すことができる。ただし、Windows 2000や Windows Vista のように最初から、アンインストール機能が備わっていない場合や、Windows 2000から、 Windows XP にアップグレードした場合など、アンインストールに対応していない場合もある。ありがとうございます。